とか言ってる間に昼飯も終わってしまったが、雨はちっともやまんの。ったく、旅館から出られやしね。だからって人がタロット占いやってる隣に座らないでよ、激。すまんです。ん？そういえば龍と雷がいないようじゃが。お好み焼きの材料の仕入れだとさ。お、そうだマリア、また携帯貸してくれよ。また？男のくせにやたらと電話かけるのね。はい、通話料はあんたの借金に上乗せするからね。サンキュー。よーし、まずは欲から攻めるとしよう。はい、風祭りです。あ、大道寺と言いますけど、よくいますか？あ、よくは今近所のお店にトカゲの餌を買いに行ってるの。ごめんなさいね。あ、そうっすか。じゃあいいっす。どうした？よくの姉貴らしき人が出た。よし、残るは甲斐じゃ。ああ、電話してみるぞ。風紀委員長、広瀬甲斐。甚だ遺憾ながら現在不在中である。私に御用の向きは発信音の後に氏名並びに御用件を話されたし。ではトライ録音。くそ、留守かよ。いいか甲斐、俺だ。俺は去年お前がやらかした悪事の尻尾を掴んでいる。踊れたか。じゃあな。甲斐も留守だ。これじゃ誰にも連絡が取れねえよ。あいつら集まって次なる犯罪でも企んどるんじゃないのか。よし、こうなったら密偵を動かすしかねえな。密偵？